谷川サトルです。それ名台詞な。俺これ一番名台詞だと。そうだじゃん。あ、じゃあもうちょっとちょっと感情入れんとな。谷川違う。谷川サトルです。それ名台詞な。あ、名台詞かな。ミチェルはこれかと思った、うんうん。未来に生きる子供らに、過去を生きた大人から、今、この映画を送る。ああ、名台詞だ。って言うんかと思った。ああ、そうなんだ。うん、って言うんかと思ったらいきなり、なんて言った谷川谷川谷川悟です知らんがな、誰な谷川悟誰ないや、違う、俺はでもね、この映画はね、うん、谷川悟が、うん、あなたにも見えるかどうかがポイントだと思っとる。そうなんだ。見てる見えたよ。俺も見えた。うん、谷川悟が見えた。うん、もう谷川悟が見えた瞬間涙が出た、うん、じゃあ谷川悟が見えた、うん、水の中からこの映画の紹介をしてみようか、しましょうかね。水の中の明人です。みちるですというわけでね、今日の映画は何でしょうかっていう話ですよ。何？俺ね、もうね、これどうしようどうしよう、あのね、うん、映画紹介をミチルと始めるっていう話、うん、をした時にね、うん、もう真っ先に浮かんだのがね、うん、もう3年前よね、これ3年前だったっけ、この映画紹介始めるって言って、うん、真っ先に浮かんだのがこの映画、あ、もうこれはやらんと、うん、ただなぜその時にやらなかったのかって言ったら、うん、もう喋りに自信がないっていう、ね、そうなんだ、この映画の面白さを多分俺は伝えれんと思って、うん、しなかった、うん、じゃあなんで今したのっていう。うん。なんでしたの？自信がついてきたの？って思うだろう。うん。違う。うん。無理だって。うん。無理だからもう、ほったらかしにしとってもいかんわ。うん。もう、無理ですっていう。うん。そうなんだ。でも無理なところを聞いてください、みたいな。うん。じゃあ、あれと一緒かもしれんよ。うん。あのなあ、うん、前回か前々回か、前々前回かちょっと忘れたけど、うん、やった。ミチェルが映画紹介の電子シスやっただろ、水の中の、うんうん。あん時のミチェルみたいになるかもしれんよ。あん時喋れてないの、ミチェル。うん。あ、そうなんだ。好きすぎて、うん、この映画が好きすぎて、その映画の良いところをあまり伝えきれなかった、ミチェル。ああ、なるほどね。うん。あ、まあそういう後悔はあるか。うん。いや、まあ俺は、まあこの映画、じゃこの映画好きとか嫌いとかじゃなくね、ミチェルは好きよ。いや、じゃあもう好きなんだけど、うん、好きすぎて喋れんとか、うん、そういうことじゃなくって、うん、何からどう話せばいいの？まあね。まあ、完璧に、うん、今日は進めていこう。うん、はい、うん。もうね、あのね、うん、今回はね、もうね、うん、もう感情だけでしか喋れない。うん、ね。じゃあいきます、うん。本日の映画は、うん、2012年公開された。うん、大林信彦監督の日本映画、うん、この空の花、うん、長岡花火物語、うん、長岡花火物語、うん、うん、ね、なぜ2回言った、いや、ちょっと言えてなかったかなと編集で今1回になっとったか、うん、うん、これがね、1945年の長岡空襲、第二次大戦ですな、うん、の長岡空襲とその後の長岡花火への流れを描いた、うん、セミドキュメンタリー映画である、うん、また大林自身初めて全編デジタル撮影により制作した長編劇映画であると。うーん、そうなんだ、うん、なんかこれだけをね、うん、見ると味気ないけど、うん、でもこんなもんじゃねえんだっていう中身、うん、もう何これっていう、うん、この映画はな、なんかな、うん、ものすごくな、うん、何回か見ない意味が分からんけど、一、うん、回見ただけでもミチェルはすごい好きだったで。うんうん。うん。俺はミチェルがさ、見ながら泣いとる映画って初かな。そうな。うん、ミチェルいっぱいあるよ、泣く映画。そう。でもな、涙が出るんよな。うん。まあな、戦争映画というか、うん、戦争を振り返る映画みたいな感じなんだけど、うん、結構ミチェル戦争の話好きで、うん、ホタルの墓とか、裸足の弦も好きじゃで。うん、うん。あとはな、ざわわ、ざわわ、ざわわっていうやつも好き。
ザワワってそれなんかあるが、そんな曲の歌、ね、サトウキビ畑、あ、サトウキビ畑とかな、うん、あと私は貝になりたいとか、あーね、うん、俺らが知っとんのはところジョージバージョンだよね、そうだな、うん、ああいう戦争の映画結構好きなんよな、うん、なんかもう胸にグッとくるなみたいな、うんうん、でこの映画もその一部だった、うん、でめちゃくちゃ戦争映画じゃないんで、うん、戦争を振り返る映画みたいな感じかな、うん、うん、なんか来たな、物騒ななんかな、うん、何やパトカーか分からんけど、うん、まあでもね本当にね、うん、この映画はね、うん、もう何と説明したらいいか、うん、あの説明もできんよ、うん、できんのじゃん、いや何これっていう感じやん、うん、すごすぎて何これっていう、うん、もうまあ一応ね映画の冒頭で、うん、この映画は2011年3月11日、うん、東日本大震災ね、うん、を経て私たちが実際に、私たちっていうのは監督たち、まあスタッフたちね、うん、が実際に新潟県長岡市で体験した事実を元にした随想的な劇映画であるっていうね、うん、もう最初から意味がわかんねえっていうね、うん、でもその通りなんよ、うん、つまりノンフィクションではあるんだけど、うん、随筆的な映画でも映画なのよ、うん、物語もあるのよ、うん、何なのこれ。とにかく、うん、まあじゃあとりあえずねもうちょっと概要をね読むとね、うん、本作撮影直前に東日本大震災が起きた、うん、もう撮影準備からいろいろね取材から全部済んどった、うん、なのに撮影直前に東日本大震災が起きた、うん、そして、うん、そのね東日本大震災の、うん、なんか話までぶち込むわけよ、うん、ぶち込んできたんだ、うん、ぶち込んできたわけよ、うん、でそれがまた繋がっちゃうわけよ、うんうん、で一応主としては戦争映画、うん、長岡空襲ね、第二次大戦の、うん、でねもうねあのねもうねどこから話すよって話なんだけどね、もうね上映時間ね160分ですよ、映画長いの2時間40分、2時間40分長いな、長いでしょ、うん、でさらにこの DVD、うん、ね2時間40分に、うん、特典映像が115分ついとんよ。115分って何分？約2時間、2時間ついとんよ、うん、さらに初回限定版には、うん、特典ディスクがついてくる、うん、この空の花全記録っていうディスクがついてくる、うん、これが357分何時間？60で割ってどういう意味？ね6時間6時間 ?6 時間6時間何しょん？6時間この映画についてのどういう撮影をしてきて、どういう脚本があって、どういう何があって、こういう風にしてああしてこうしてっていうね、うん、ドキュメンタリーです。この映画のドキュメンタリーが6時間あります。そうなんじゃ、うん、すごいな。え、見たん全部、うん、見たよ。見たん？見たよ。面白かった？めちゃくちゃ面白い。そうなんじゃ。じゃあみちゃんもいつか見てみるわ。うん、ね、うーん、あの本編が2時間40分でも長えなって言ったのに、うん、特典映像を両方入れて8時間、うん、特典映像の方が長い。それ超えようや、みちょぱ12時間語ろうや、この映画を、うんうん、もう恐ろしいよこれもうね。セリフだけでもね、もう名言の数々がどん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 出てくるわね、うん、もうみんなが爆弾なんか作らないで綺麗な花火ばっかり作っていたらきっと戦争なんか起きなかったんだなっていう、これ山下清が吐くのね、うん、有名なセリフですよね。山下清って言ったらあのルールル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 ルみちゃいはな、うん、泣かせましょう映画じゃないがん、この映画きっとな、うん、でもな、すごく心に刺さる映画だったんよな、うん、もうなんか涙なしでは見られないよ、うん、って思った。でも、うん、訳がわからんっていう人に全くわからない映画だと思う。そっか、ね、みちゃいの名言はやっぱり、うん、まだ戦争には間に合いますか？ああ、もうそこもね、重要やね。もうこのセリフが、見たら涙が出るんやな。ねえ、あの劇中劇の中でね。しかもな、それをな、若い女の子が言うんよ。うん。まだ子供が言うんよ。うん。そこが泣けるの。ね。うん。
間に合うよ、うん、ってみちるは思っとる、うんうん、まとめると、うんうん、そう間に合います、うん、でもこれを昔の戦争を知らんと、うん、間に合わんと思う、うんうん、だからみんなが知らにゃいけんと思う、うん、じゃないと間に合わんわな、うんうん、それを伝えてくれよんじゃこの映画は、うんうん、そういう映画だ、ね、そういう映画だな、うん、ああ何から話す、もう話すことはないぞっていうぐらいの映画なんだけど、うん、まあこれがね、うん、なんでこのあの人を選ぶというか、うん、難しいっていうんかな、うん、なんというかわからないっていう人には意味不明全然これよくわからないつまんねえっていう人もおるんよ、うん、これがなんでかっていうとねもうね、うん、映画としての構造がね、うん、複雑すぎる。そうなんだ。実験的すぎる。うん。まあ、実験映画を作るのは得意な大林なんだろ、まあ、うん。うん。多分こういう、ドキュメン、セミドキュメンタリーみたいな感じなんだけど、うん、フェイクドキュメンタリーっていうんかな。うん。でもありつつの、うん、実話でもありつつの、うん、そして、主人公たちのベースの物語もありつつの、うん、そして本当の歴史の話がありつつの、うん、で、もうテロップバンバン出るし、うん、で、もう花火の作り方から爆弾の作り方からいろんなね、うん、説明とかもあったりとか、うん、そしてそれに関わった人たちの思いみたいなね、うん、花火作りの思いまでも入ってきて、うん、そして戦争が絡んできてっていうね、うん、で、とにかく過去と現在が交錯しまくりの、うん、過去の人いきなり横歩いてきたりの、うん、死んだはずの女の子が、うん、現代に現れて、うん、激をしたりだとか、うん、もうとにかくね、うん、説明してっていう方が無理っていう。そうだな。だけどな、一個の映画を、うん、ぼーっと、うん、見てるのが見て、うん、最初はそうやって見たんね、うん、そしたら意味がわからんかったよ。だけどな、頭の脳みその中に引き出しを10個ぐらい作って、うん、この話はこの引き出しに入れた、うん、この話はこの引き出しに入れた、うん、で次の場面に変わったら あの引き出しの中からこれを持ってこにゃいけ、うん、みたいな、ちょっとわけねやな、わけ、うん、がわからんくなったな、みちろは、うん、いやそうなんよ、うん、これはほんまにメジャーの映画作りでは、うん、禁じて完璧な禁じてやっちゃいかん手法なんよ、うん、で大林もそれはメジャー映画業界におった時に守っとったんよ、うん、映画を1時間30分に収めるとか、うん、物語が破綻しないみたいな、うん、全部ぶっ壊した、うん、この映画で全部ぶっ壊した、そうなんだ、うん、でさらに言うとでもぶっ壊したはずなのに、うん、いつか見たドラキュラとかハウスから、うん、っていうデビュー作から続く、うん、この空の花、うん、この空の花の前はその日の前にとか転校生さよならあなたとかか、うん、までを全部見ていると、うん、完璧に理解できるっていうね、この映像手法、うん、もう面白い、完璧ですよ、うんうん、まあちょっと大きくあらすじを言ってよ、どんな映画だったかっていう、あらすじ、あらすじ、うん、新潟県長岡市を訪れた女性新聞記者、うん、遠藤玲子、うん、松雪泰子演じる遠藤玲子はさまざまな人と出会い不思議な体験をする、うん、うん、間違ってもねえけど、うん、うん、それ以上そうとしか言えれんか、うん2004年の新潟県中越地震を乗り越え復興した長岡市は、うん、2011年の東日本大震災の時はいち早く被災地を援助した、うん、その地を取材するためまた元恋人から届いた手紙に引き寄せられ、うん、玲子は長岡市を訪れた、うん、まだ戦争には間に合うという舞台を書いた女子学生元木花を中心に長岡空襲から始まる長岡市の記憶が鮮やかに蘇る、うん、ってウィキペディアには書いてあるけど、もうウィキペディアももう無理だ、このストーリーを説明することが、うん、もう無理になっとる、うん、そっか、うん、まあどんな話かって言ったら、うん、これはな、戦争を、うん、昔の、うん、学べる資料だとも言えるかもしれん、ああ、それもなっとる。そういう風にもなっとる。うん、だって見てるな、この、だいたい日本に戦争で、うんうん、なんだったっけ、
なんかあの、うん、爆弾が落ちたのって、うん、広島県と長崎県、うん、その2つだと思っとるが、うん、でもまあ空襲っていうのはいっぱいあったのは知っとるよ、うん、東京でも空襲があったり岡山でも空襲があったり、うん、愛媛でもあったのかな、愛媛もあったね、うん、松山空襲、うん、そういう空襲はあったっていうのは知っとるけど、その空襲っていうのはよくわ意味は分かってない、うん、まあそういう爆弾が、うん、ちっちゃい爆弾が落とされたんかなみたいな、うん、あのな焼夷弾ね、うんうん、ね、こんなが長岡市には16万発、うん、でその焼夷弾もどんなもんだったかっていうのも詳しく、詳しく説明してくれるんな、うんうん、だからなちょっとな戦争の勉強になった、うん、あそんな作りだったんじゃ、うん、っていうような、なそうね、でもそういうのももしかしたら小学校の時に習ったかもしれんよ、うん、でも忘れとんよな、うん、習ってないかもしれんし、うん、でも大人になって映画の中でしてくれたらなるほどなって分かりやすいというか、うん、そんなことがあったんじゃっていうのかな、うん、すごく分かりやすかった、うん、でそういう風な勉強もできるし、うん、でな、うん、またその戦争にあって死んだ人とか、うん、死んだ人の家族とかが出てきて、うん、語ってくれるんよな、うん、で昔はなんか小学校におじいちゃんとかおばあちゃんが来て、うん、戦争経験者がな、うん、語ってくれよった授業とかもあったかもしれんけど、もう最近では少なくなってきてるだろ、うん、そういうのも、うん、そうだな、まあ少なくなってきたか、そういうのな、きっとな、うん、だって戦争ってもう何年前、あれ70何年前、昭和20年に終わったんだったっけ、うん、24年昭和20年かな、1945年、うん、もうだいぶ前じゃがん、まあな、うん、そうだな、なんか戦争を経験した人も少なくなってきたら、うん、やっぱり分からんがん、うん、大林だって戦争のあれを伝えたいんだろうけど、もう死んでしまっとるだろ、まあね、うん、でもな、この作品を見たら残っとんよな、うん、大林は死んだけど残してくれとんよな、うん、だからみちるは見た方が絶対いいと思う、うん、こういう映画とか、うん、みちるはな、裸足の弦とかな、うん、蛍の墓とかも子供の時に見るべきものだと思っとんよな、うん、でも今それあんまりせんくなってきたが、そうだな、テレビでもせんし、うん、裸足の弦も教室から亡くなったとか言われたが、うん、あれ悲しいことだと思ってるよ、うん、絶対に子供の時に見るべき、うん、でこの映画はな、うん、大人になってから見るべき、はい、だって子供の時見ても意味わからんけん、うん、いやこれはね意味がわからないんですよ、これもね、うん、なぜねわざと意味がわからなくしているというか、うん、なんかなんでこういう入れ子構造とかなんていうかな、メタフィクション的に描いたり、うん、このセミドキュメンタリー風を入れてみたり、うん、しとるかっていうとね、うん、これはシネマゲルニカなんだっていう、ね、うん、ゲルニカって知っとる、ピカソの描いたゲルニカは戸川純のバンドしか知らん、あのゲルニカっていうね、ピカソの有名な絵があるんよ、うん、あれもあの戦争の絵なんよ、うん、戦争の絵でこう体がバラバラになっとったりとかそうなんするんだけど、ちょっとまあ絵を見てもらったらわかるけど、うん、怖い、あの不思議な絵、気持ちのある、あのピカソってなんか変な顔とか描いたりする人みたいなイメージあるだろ、うん、そういう絵ね、絵を描いてあるんよ。怖い。で、なんでそんな風に描くのって言ったら、やっぱり、何これっていう。何これ、なんか気持ちが悪いけど引き込まれる。何これよくわからんけど、何なんだろう怖いな。っていう印象が大事なわけよ。うん、あの、ただただ普通の反戦映画、戦争反対っていうだけの映画をね、撮ったって、そんなものはあの、時代とともに流されてしまう。うん、でも、引っかかりがあるようなもの、うん、引っかかりがあるような作風で描くことによって、何これっていうことによって印象って強く残るでしょみたいな、うん、もう一回挑戦してみようかなって思うでしょっていう、うん、だから何回でも見てくださいっていう、シネマゲルニカ、そうなんじゃ、うん、見てるな、5回くらい見たで、うん、この映画、うん、でな、見れば見るほど面白いわ、毎回泣くし毎回涙の量が、ね、増えるね、うん、もうね、最後の1時間で泣きっぱなし、全シーン泣く、うん、なんでこんなにあの、むちゃくちゃに見えるのに、最後泣いてしまうんだろうっていうね。うん、あんな、この映画はな、うん、1回目の方が面白くない。あー、なるほどね。全く面白くない。はいはい、2回目もあんまし面白くない。5回目がちょうど面白い。なるほどね。いや、みちろは今5回見たけ、うん、6回目はもっと面白いかもしれんよ。うん、でも今のところ、5回目が一番面白かった。うん、はいはいはい。見れば見るほど。見るほど面白いんで、ね。そう。で、意味もわかるが、うん。1回目、2回目、3回目見た。うん、時に、うん、あ、この人はこういうことでこう言ったんじゃっていうのが、うん、5回目見た時に、うん、やっぱりそうだなっていうのもわかるが、うん、だからな、
見れば見るほど面白い、うん、もう噛めば噛むほど美味しいイカとスルメか、うん、あれと一緒なんよな、うん、なあの映画を一回しか見ん人とか、うん、まあ、漫画とかもじゃけど一、うん、回しか見ん人っておるが、おるおるおる、ミチェルはな、うん、結構何回も見る派じゃけん、うん、それってもったいない見方だと思うよな、うん、いい映画は何回見てもいいし、うんうん、なんなら前見た時よりも深く知れると思ったんよな、うん、そう思うよ、うん、で作っとる人たちもそういう思いで、うん、あの何十人何百人と、ね、うん、人を使って作っとるわけだけん、うん、いいはずなの、何回見てもいいはずなのよ、うん、なのに最近さ、うん、パストなんちゃら、コスパタイパ、うん、タイムパ、うん、パートナーじゃねえ、なんか何の話、なんかさ、時間がもったいねえけん早送りで見るだとか、そんなあるんじゃん、そうそう、あとあのネタバレ禁止とか、うん、ネタバレしたらテンション下がるとか、うん、なんかね、まあ、そういうの多いけどね、うん、そうなんじゃん、まあ物にもよるかもしれんけど、物にもよるで、物にもよるかもしれんけど、やっぱりな、うん、あのカメラを止めるなみたいなやつは、あ、そうね、もしかしたらでもね、うん、でも、うん、カメラを止めるなんて確かにネタバレしたらダメなのかもしれんけど、うん、2回目には2回目の楽しみ方あるんよ。でも3回はないで、ないかな、いや分からん、もちろん1回しか見たことないけど、うん、まあ、もう1回見てみてもいいなとは思ってるけど、うん、なるほどって思ってもう一回見たりとかさ、そうじゃな、あとこれ昔の話になるけど、うん、あの映画館って、うん、いつでも入れたやん、うん、今って、うん、上映時間に行って、うん、席を予約して、うん、そして一回見たら出ていくみたいなシステムやん、うん、昔って違ったやん、うん、いつ行っても入れるし、うん、でなんだったら要は前の上映の時間の最後の方に行って、うん、いわゆるエンディングを見て、うん、で客席が満員だったとするやん、うん、立ち見でエンディングを見て、うん、でお客さんがこう見終わった人が出ていくやん、うん、じゃあその席を狙って座って、そしてもう一回頭から見るっていうのは当たり前だった、うん、そうなんじゃん、うん、そうなんや、だからエンディングから俺は映画を見ることに抵抗がないんよ、うん、エンディングを見た時に、うん、なんでこんなエンディングになったんだろうとか、うん、何なんだろうこれって面白いんかな面白くないんかな、なんでこうなったんだろうと思ってもう一回頭から見るわけよ、うん、初めて、うん、そして最後に繋がった時に、ああ面白いと思ったりするんよ、うん、だから俺はもう全然ネタバレ OK な人なんやな、うん、もちろん物にもよりますよ、まあね、うん、まあでも驚かせる系というかな、うん、この最後のオチを言わないでくださいみたいな映画な、うん、そういうのもあるかもしれんけんな、うん、そうだね、でもこの大林信彦監督のこの空の花は何回見ても、うん、ミチェルは見れば見るほど面白い映画だと思った、うん、いや面白いよ、うん、いやもうね、もうねこの映画はね、うん、ごめん、なんかさっきもねちょっとね休憩中にね、うん、ミチェルが言ったけど、こんなものを解説とか説明できねえっていう、うん、できないね、できんな、うん、まあざっくり言うと、うん、戦争にはまだ間に合いますか、うん、このキーワード、うん、うん、そうな、うん、そしてもう言葉から映像から全てがもう突き刺さる人には突き刺さって、もう涙ばっかり出るね、うん、でな、ちょいちょいな、うん、まあ反ドキュメンタリーって言ったか、うん、じゃけちょいちょい本当に戦争を経験した人とかが出てくるんよな、うん、でその人たちの言葉が重いのなんの、うんうんうん、本当に、うん、本当に重いんよな、うん、でな、これをドキュメンタリーにしてしまったら興味がない人もおるわけじゃが、そうだね、うんうん、でもまあ映画にしてもまあ興味がない人はおるかもしれんよ、うん、だけど一、うん、個の作品に仕上げたのもすごいし、うん、なぜ泣けるかって言ったらな、うん、もうあの CG の使い方、はい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 、めちゃくちゃな CG なんだ、うん、そうね、これがね、そう俺もねそれをね指摘するべきだと思ったよね、うん、うんうん、で、うん、もう大林監督の得意な、うん、あのチープな CG、うんうん、空から槍が降ってくるみたいな、うん、爆弾が降ってくるみたいな、うんうんうん、あの CG とかの使い方も、逆にな、めちゃくちゃ、
泣けるんよな、うん、あれわざとだと思う。めちゃわざとだと思う、うん、完璧なわざと、うんうん、あれをすごくリアルなものにしたら、うん、逆にだから、なえるというか。うん、そうね、うん。あのチープ感が、すごい涙を誘うんよ。うん、これはな、学がないミチルが見ても、うん、ミチルが見たけんこそ、うん、逆に刺さるんかもしれんと思った。うんうん、なるほど。だって子供は、ああいうイメージよ。絵に描いたらああいうイメージよ。そうだ。うん、で、この映画な、山下清も出てくるんよ。出てくるね。うん。山下清が長岡の花火を見に来たことが、うん、でこのねジャケットのね、うん、絵っていうのがこうあれジャケットの絵じゃないかどっかにあるよ長岡花火の絵っていうのがね、うん、出てくる映画の中にも、うん、山下清が描いた、うんうん、で多分なそういうイメージなんよそうだね、うんうん、山下清がきっと長岡の花火を見た時に大花火、うんうん、多分毎年夜だろ、うん、8月の17日だったっけおーよう覚えとるね、うん、忘れたけど、うん、違うえ8月1日に始めて2日3日とやるこんなん間違っとるじゃねえか、うん、違うんか、うん、その長岡大花火っていうやつが毎年行われるんだけど、うん、それを見て山下清が張り絵したんよな、うん、で山下清は後々本当は、うん、あの野に咲く、うん花のように、やったそこで絵を描きようになった。裸の大将な。そう、裸の大将。な、裸の大将って何なの、うん、裸なのに大将。笑うな。そこではないんじゃん、道を呼んのは、うんねうん。山下清っていうのはな、うん、そこで絵を描くんじゃなくて、そうそうそううん、本当は帰って、うん、全部記憶でね、あのサバン症候群とかなんとかだけ、うん、あのすごい記憶能力が高いわけよね。うんだから脳に残っとんよな、うん、でそれで張り絵をしたやつが残っとんよな、うん、もうみちろんはなこれがこれも関係あると思う、うん、あの記憶に残っとんよ、はいはいはい、みんなの頭の中にすごい、うん、なるほどね、うん、であの戦争の記憶も、うん、もう忘れられてないんよ、うんうん、あの戦争空襲があった時の記憶が、うん、頭にみんな残っとんよ、うん、それをな、うん、語ってくれよんよみんなが、うんあのドキュメンタリー部分でな、うん、そこがな、もう痛々しいというか、うん、もう涙が出るんよな、うん、でそれをうまいこと、うん、映画にもしとんよ、うん、何もう、ね、何言ってんかわからんけどいやいやもうなすごすぎるよこれはうん、うん、凄まじすぎるうんでこれ山下清役な玉野な、うんうん巨人類が初めて木星に着いたよ。着いた着いたってよるおじさんおるが。うん、石川浩二ね。うん、あの人がな、ね、山下清役しとんよな。うん、そう。めっちゃ似合っとる。似合っとるね。だからもう昔からのね、うん、山下清をイメージした、裸の大将をイメージした服でな、うん、ドラム叩きよ。ドラムじゃないな、太鼓を。とか叩きよったけんバケツなバケツか缶なうん何でも叩くそう、うん、普通のドラム叩けんらしいでん普通のドラムは叩けんらしいそうなんじゃ、うん、でもな、うん、この映画の最後に出てくるシーンも、うん、その彼が出てきて、うん、消防士がバケツ持ってくるんやな、うん、それ叩きよったわ、うんそうだね、あのシーンもなすごくいいシーンだった、うん、すごいいいようんあのなもうな、手を抜いとるとこが一個もない映画。一個もない。うん。一個もないぞ。すべてのシーンで、うん、田舎者の家に行ったら、うん、次から次へと食べ物を出してくるシーンとか。そうだな。あるだろ？ある。これ食べんちゃい、これ食べんちゃいって、うん、次から次へと食べ物を出してくるシーンとか。うん、しかもな、あのシーンな、うん、急にあのズームになったりするやん。うん、あれズームにしようんじゃないんよ。うん、下にね、あのタイヤのついた板引いて、役者がブーンって、器用にカメラの前に。そうなんじゃ、なんで実は、そういう手法ない。カメラのズームじゃなくて、うん、人間が本当にズームになってくるっていうね、このね、手法なんよ。何その手法そんなんあるんじゃ。うん。要は、あの、人力ズームみたいなやつじゃん。そうなんじゃ。うん。でもな、うん、もう日本人はみんな見た方がいいと思う。いや、まあ、もうほんまにな、なんかな、うん、積極臭くなるけど、そういうことよなっていう。うん、で、特に、うん、特に、うん、特に広島県とか、うん、長崎県とか、うん、新潟県か、うん、とか、うんまあ、3.11 を経験した、うん、
県の人たちが見たら、もうもっとグッてくるかもしれんな。見てればな、そこの県じゃない、今言った県じゃないけど、グッてきたもん。そうね。あとそうだな、この映画をもうちょっと語る上で言うのは、やっぱり想像力。人間にとって一番怖いのは想像力の欠落だっていうセリフもあったよね。想像力がない人がきっと戦争を始めるんよ。でな、戦争って勝ったけんよかった、負けたけん残念だった、そんな話じゃないと思うよ。多分な、勝っても見たら残念だと思うよ。もう始めてしまったら残念。そういう想像力、自分が勝って、じゃあ負けた人がおるってことじゃが、想像してみて、自分が勝って相手が負けて、死んだ人もおる、そこまで想像してやらんといけんのじゃないかなっていう、そうだね。でこの映画のもう一個すごいところ、あの全視点っていうんかな、いや結局大林信彦視点ではあるんだけど、いろんなところからの目線、例えば主人公だけの目線じゃなくって、で描いとるわけよね。で主人公誰な、誰や、一応松行靖子の、そうなんじゃ、わからんけども、いや全員が主人公よ、だから全員が主人公視点なんよね。西田くんから見て主人公誰だった？俺？誰目線で見よった？谷川悟。そうなんだ。違う、ちょ、谷川悟じゃない、今の冗談冗談。俺はね、やっぱ男だけん、高嶋政信。ああそうなんじゃ。ミチェルは元木花。ああなるほどね、はい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 、花ちゃんの目線だった。だからこそ泣けるか。このね、花ちゃんもね、18歳の女子高生なんだけど、実は、こんなネタバラしてもいいんだ、この映画は。ネタバラするべきなんだ、もう完璧に。実は戦争の長岡空襲で1歳の時に、ね、死んだ、赤ん坊なのよ。これがね、現代にね、18歳として、その一時的にね、多分説明はないよ。何の説明もないのよ。何の説明もないところが、多分この映画を分かりにくく、その、とっつきにくくしとるとこなのかもしれんけど、そんなもの映画とかドラマとか見てきたら分かるでしょっていう。見てる、分からんかった。あ、そうな。分からん、5回目にして分かった。そうな。1歳で死んだ女の子が現代に18歳の女の子として出てきて、そしてこの戦争にはまだ間に合うっていう脚本を持って先生のところにやってくるわけ。この舞台をするんだって言って。ね。ものすごく泣けるんじゃ。もうね、多分ね、もう見たことない方はもう全く意味わからんと思うよ、この話、今しよる話。何の話しようんっていう。あっち飛び、こっち飛びみたいな。でも映画自体がそうなんだもんっていう。そうだよな。まあ俳優も、すごい人ばっかり使っとるよ。いっぱい。だから、見たら、一回しか見んかったらいけんで。もう少なくとも3回は見てください。3回は見ましょう。本当に。で、なんなら、10回ぐらい見たら、面白いと思うよ。面白いと思うよ。まあ、そのね、その、玉のね、石川浩二さんね。この時ね、パスカルズっていうバンドやっとんだけどね。この次のののなのなのか、ののななのか、でもね、音楽担当とかするんだけどね。またパスカルズがいいんだ。パスカルズが。いい曲なんだね。で、パスカルズのロケット待つって言えばもう友川一樹バンドでおなじみのね。長畑雅人ですよ。これがロケット待つっていう名前なんだけどね。もう出とるのよね。ちょっとこれ俺得っていうやつね。俺が好きなピアニストが出てるよっていう。そうなんじゃ。見てればな、すごく好きな曲だなと思ったら、久石譲だったんよ。あ、久石譲の曲なのよね、またね。もちろん久石譲大好きなんだけど、曲がな、もう、胸に刺さるんよな。そうだそうだ。最高じゃないかよ。最高だった。もうこの映画、本当に最高。何回も見てほしい。一応ね、じゃあもう最後に、この、一応こういう、これってどういう企画だったのかっていうね、話だけして終わろうかなと思うんだけど、ウィキペディアに書かれとるのは、大林は昔から花火が好きで、作品にも登場させているが、開催日を土曜日に定めた客寄せイベントの花火大会は嫌いだった。
あ、あるね。商用花火っていうんよね。そうだな。どこでもそうやん。なんかね、各地、全国各地、うん、土曜日に花火やって、なんて、出店出して、うん。神社の花火とかは、うん、もう決まっとんよな。そうなんです。あれ、そう、何月何日のちゃんと決まっとんよ。寺とか神社のね。うん、お祭りとかはな。うん。うんうん、で、友人に長岡の花火に誘われた時に、うん、週末は用事があるからと断ったんだって、うん、そしたら何言ってんの、今年は水木ですよと、うん、毎年同じ日にやるんですよって、うん、商用の花火じゃないですから、で、うん、雨の日でもやるんですよ、雨天も結構なんですよ、うん、なんかそういう客寄せの花火じゃないから、うん、その日やらないと意味がないんですよ、うん、って言われたん、うん、それで初めて長岡の花火が1945年8月1日の中心部市街地の8割が焼失した長岡空襲の追悼の花火だと知った、うん、追悼だったんじゃ、うんうん、それで花火を夫婦で見に行き、一緒に見た、長岡市長から空襲で両親を亡くしたり背中の赤ん坊を失った人は、うん、未だに長岡の花火を見ることができません、うん、じゃあなぜそんな怖い花火をあげるのかというと、うん、私たちは一番忘れたいことをしっかりと心に留めておくように、うん、次に生きる子供たちに伝えないと、うん、また同じ過ちを犯してしまう、うん、だから毎年同じ日同じ時期に花火をあげるんですって言ったんよ、うん、この言葉に感銘を受けた大林はこれは映画にしなくてはいけないと、それまで全く知らなかった長岡の歴史を調べた、うん、で、まあいろいろそこからまたいろいろ書いてあるんだけど、うん、世界は花火より爆弾の方が多い。しかし人間に爆弾を作る力も花火を作る力も同等にあるならば、爆弾ではなく花火を作る方向に向かおうというのが本作のテーマであると、うん、まああとまあいろいろすげえ長いこと書いてんだけど、うん、でも、うん、まあ戦争の恐ろしいお話と、うんうん、長岡大花火っていう、うん、みんなを笑顔にする、うん、わーって笑顔にする花火を一緒に捉えたんよな、うん、だって爆弾だったらみんなが恐怖の顔になるが、うん、でも花火だったらみんなが笑顔じゃが、うん、でも二つとも原理は一緒みたいな、うんうん、そうだね、火薬を爆発させるっていうね、うん、そう、うん、なのになんでこんなに違うんだろう、うん、全然違うものじゃが、うん、だから、うん、爆弾が全部花火だったらよかったのになっていう山下清の最初の、うん、あのお言葉、うん、そうなんよ、もうそれだけ、うん、難しいことなんて考えねえよ、うん、だって、うん、政治がとか国で交渉するにはとか、うん、そんなことどうでもいいよ、うん、ただそれだけ、うん、そう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 、でこれがただのね反省映画なのかっていうとね、うん、それだけでもないなと思うのが、うん、あのちゃんとねこの映画ね戦争、日本が負けた戦争をね、うん、終戦って言ってないんよ、うん、終戦じゃなくてちゃんと敗戦って言ってる、うん、終戦ってのは戦争が終わったってことない、うん、敗戦ってのは日本が負けたっていうことない、うん、まあちょっとこの辺の話はねまたねちょっとねめんどくさい話になるけどもうやらないけども、うん、とかね、あとそのやっぱ寺山とかの話とかね、大林の話とかもね、これね、うん、俺毎回言うけど、うん、あの人たち、あの世代、あと宮崎駿だとか、うん、高畑勲さんか、うん、とかの世代っていうのは、うん、戦争時代にあの子供だった人、うん、でそれまでは戦時中はあの日本が勝ってますよ、日本勝ってますよ、うん、イケイケどんどんやったるでーって言って、今苦しいかもしれんけど、うん、日本勝つけんない、やったれやったれーって言って、うん、アメリカイギリスは鬼畜やボケーって言った、うん、教えられたんや、うん、で戦争が終わって負けた途端、うん、教科書がガラッと変わっちゃったのよっていう、うん、で先生たちもガラッと変わっちゃったのよ、うん、真逆のことを言い出して、うん、なんだこの世界はっていう、うん、むちゃくちゃじゃんっていうのを経験した人たちなんよ、うん、だからね、やっぱね、そういう人たちの作品ってやっぱね、力強いというか。うん。もう全然違うんよね。そうだよね。うん、でもな、うん、知った方がめちゃくちゃいいと思う。うん。絶対的に。うん。平和ボケって、うん、悪いように言われるけど、うん、平和ボケって素晴らしいなと思ったよな。ああ、そうだね。その一周回って素晴らしいことだ、ね、うん。だって平和なんじゃけん。うん。うん、
で、この映画のね、テーマというか、もうテロップにも出てきたよ。日本は本当に今平和なのっていうクエスチョンマークが出てくるのよ。うん、これもね、大事よね、うん。ただボケているだけなんじゃないの、うん、みたいなね。だから、うん、昔、うん、やっぱりあった、痛めつけられたことを知らんと、むしろいけんと思うよ。うん、自分も、そういう目にあったんだと思い込まされるような映画だった。うん。うん。ミチルは戦争経験したことないけど、うん、経験したような気持ちになれるんよな。うん。でもそれはな、うん、知るべきだと思った、うん。そうだね。うん。でもちょっともうこれ以上話してももう全くわけわからんくなるからさ。うん。もう終わろうと思うけど、うん、とにかく映画としての魅力としては、うん、まあ、今までも語ってきた通りなんだけど、うん、とにかくね、うん、商業映画の掟を全部ぶっ壊してます、うん、そしてもうデジタル映像とか CG 使いまくりなのに、うん、全部をわざと完璧にずらしてます、うん、もうねこのね凄さをねぜひぜひ体験してほしいね映画としては。あとミチルが言うには、うんうん、見てるわな、うん、見た目の、うん、この映画に、うん、結構衣装が好きだったとか、うん、色使いが好きとか、うん、そういうのが好きなんだけど、うん、古っぽい件好きとか、うん、この映画は全然それがないよな、うんうんうん、なのに、うん、めちゃくちゃ好きな映画。あ珍しいね、うん、いやほんまに冒頭も言ったかもしれんけど、うん、見ながらミチルが泣きよる映画は多分少ないけんさ、うん、これ何回見ても泣けるもん。いや俺もねこれ見るたんびにね涙の量が増える。一回目見た時って多分、ミチルが言ったように、うん、よく分かってないというか、うん、なんかその、頭で理解しようとする、うん。想像力じゃなくて、頭で理解しようとしたんかな。うん、でも二回目、三回目、じゃあ今回四回目か五回目か、時に、自然に、もう最後の方の一時間、うん、全部のシーンが細切れに流れてくるだけで涙が出る。一時間ずっと泣きっぱなしです。うん、すげえ。うん、なんかな、本当にな、うん、戦争とか、うん、今の時代って本当にありがたいね。いや、そう思うよ。でも、うん、やっぱり戦争の影っていうのは、やっぱりね、今近づいてきとると思う。そうだ。うん。でもな、うん、今でも苦しんでる人がおるっていう話もある。うん。うんうん、そうだね。その被爆2世、3世。あ、その話も出てくるよ、これ、うん、もう、すごいわけよ、もう。な、終わろうって言ったのに、うん、もうね、どん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 出てくるわけよ、もう話題が。うん、だからな、この映画、本当に見てほしい、うん。うん。なんかな、面白い系見てほしいとかじゃなくて、うん、知ってほしいという、うん、知っとかにはいけんような気がする。うんうん。もちろん見れて幸せだな。うん。うん、いや、俺ね、よかった。うん。大林のその、この映画をさ、うん、やりたい、紹介したい。うん、で、その映画に、面白いって言ってくれるミチルが面白いね。うん。で、よかったね。よかったね。うん。ほんまに。いや、でも水色赤も俺はこの映画のようにしたい。うん。もう、ごちゃ混ぜというか、うん、ごちゃ混ぜなんだけど、一貫して全てが通っている、みたいなさ。うん、で、もう、あれもこれもあったらいいんよ。なんかもう、しがらみとかもじゃなくって、もう、掟とかもぶっ壊したらいいんよ。うん。でもそこには水色赤。そこには大林の。うん。この映画だったら大林の。水色赤の音楽だったら水色赤の。うん。みたいなのが、バンと入っとけば、うん。いいのよ。そうだよね。うん。というわけで、もう終わりましょう、ちょっと。素晴らしい映画でした。うん、ああ。俺もこんなにミチルがこの映画を気に入っとるとは思わなかったっけ。うん、ミチルは好きでこの映画、うん、めちゃくちゃ、うん、うん、ね、毎年夏には見ようか、うん、ね、何回見ても面白いけんな、うん、新しい発見がある、新しい発見しかない、うん、毎回、うん、本当に面白いの、うん、うん、ぜひ見てください、ぜひ見てください、これ本当にね、うん、どこでも見えると思う、そんなに古い映画でもないしな、うん、まあ十数年前か、うん、ね、13年前ぐらいじゃない、うん、うん、一応今のところ見れるサービスは Unext だったら、うん、その定額料金のやつで見れるわ、うん、YouTube だったら300円で多分レンタルできるかな、うん、でも何回も見てくれないけんで、ああそうか、じゃあ DVD 買おう DVD 買おう一回じゃちょっと意味がわからんかもしれんけん、初回限定版がねちょっとね、うん、いくらかな、今見てみよう、多分ね、こういうのってね、
安く売っとんじゃないんかな。そうな。でもな、そんな大林監督のああそれはいらん。おしゃべりとか裏番組は見んでええよ。8時間な、うん、8時間見んでええわ、うん、もうこの映画の、まあ、3時間弱、うん、でもまあそれまで見るともっと楽しいよって俺はね。俺はね その手法とかを見たらね、むしろそこ見てないけんな。ああそうか。うん、でもな、うん、あ違う、むっちゃ値上がりしとるわ今。ダメだなこれ。高いか。この限定版はね。何本になったの？限定版はね、あのね、もう中古でも定価と一緒の8000円。俺が買った時には8000円じゃなかったけどね。安かったけど。8000円って安、高いん？ 8000 円ってまあ高いよね。そうなんだ。8000円！うん。それ高くないわ、買えるかも。まあ買えるけど、まあ全然通常版でも全然いいと思う。面白いろ！面白いよ、これは。皆さん、ね、見てみてください、ぜひ、うん。もうね、もう水色赤の映画紹介最終回ですよ、俺も。最終回なんだ。いや、知らんけど、もうぐらいの気持ちよっていう。まあね。うん。というわけで、はい。あ、隠れキリシタンのね、もう出てくるのよ、もう。隠れキリシタンの、あれが出てくるのに。うん、もう そこまで出てくんのよ。うん。説明ないけどな。うん、ないけどね。うん、でも、見た人はわかると思う。わかるわかる、これはね。うん、好きな人はわかると思う。うんうんうん、まあそういうね、とにかくね語り尽くせんよ。もうなんで特定映像が8時間もあるのってそのくらいの映画ですからっていう、うん、うん、そうやんな。というわけで終わりましょう。へい、はい、ありがとうございました。まだ戦争には間に合いますか？間に合わせましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます、こんにちは、こんばんは。突然なのですが、YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。いいねボタンも押してもらえたら嬉しいです。 Twitter@X もやっています。 ID はこちら。 Instagram はこちら。今年はツイキャスも始めるかもしれませんので、サポートと通知をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良い一日を。